こんにちは、兄です。今日はウルトラ怪獣名鑑2、こちらを開けていきたいと思います。はい、今日はウルトラ怪獣名鑑2なんですけども、まずパッケージからいきましょう。パッケージはこのような感じで、ウルトラマンが乗っていて、後ろにいるのはゾフィーですね。で、ゼットン、ダダ、ゴモラと乗っております。そして、あの思い出の名場面が今蘇るということで、まあ名鑑って言ったらね、その劇中のワンシーンをこうね、ジオラマで再現するっていうものなんですけども、まあ説明不要ですよね、皆さんご存知だと思います。で、上の部分こんな感じで、この箱には10種類のうち1種類が入っていますという注意書きが載っております。で、裏面にラインナップが載っていて、1番がウルトラマンの B タイプ、2番が、故郷は地球ジャミラですね。で、3番が海水星ツイフォン、レッドキング VS ドラゴンで、4番が怪獣殿下ゴモラで、5番が人間標本 5.6 でダダ B です。で、6番がウルトラマンの C タイプ、7番が禁じられた言葉メフィラス星人、8番が怪獣墓場シーボーズ、9番がさらばウルトラマンのゾフィーで、10番がさらばウルトラマンゼットンですね。で、どうやらね、このゼットンは、写真以外の台座もありますということなので、まあ、もしかしたらシークレットがその台座違いなのかな、ちょっとここら辺僕わかんないんですけども、そんなようなことが書いてあります。はい、それではね、早速開けていきたいんですけども、これ10種類あるんですけども、ここにね9箱しかないんですよ。なので今回コンプリートは無理でございます。ちょっとね残念なんですけども、で、そうですね、個人的には怪獣好きなので、まあね、ウルトラマンが、まあ、出ない方がまだいいのかなみたいな気がしております。怪獣系が全部欲しいですね。まあでもね、まあできたら全員いるのが一番いいはいいんですけど、そうだな、ウルトラマン B タイプ C タイプってあるんだから、ゾフィーがいない方がなんかスッキリするかな、どうなんでしょうかね。まあね、なんだかんだ言いながら全種類入ってるわけではないと思うので、もしかしたらね、この中でもダブリにダブってね、くちゃくちゃになるかもしれないんで、そこら辺はちょっとわかんないんですけども、とりあえずね、開けていきましょう。一箱目これ開けようと思ったんですけども、これ結構軽いんですよ。でね、こいつはね、結構ずっしりしてるっていうか、音がもうね、重い感じなんですよね。どれからいこうか。軽いのはなんかウルトラマンのような気がするんですよね。軽いの開けて、ちょっと重いのみたいな、そんな感じでいきましょう。じゃあまず軽い方いきます。一箱目いきます。せーので、ドンと、はい、ゾフィーですね。さらばウルトラマンのゾフィーでございます。では次、重い方いきましょう。二箱目、重いやつです。多分ね、ゴムラじゃないかなと思うんですよね。せーの、はい、と、なんでしょうか。ゴムラっぽいですね。はい、怪獣殿下ゴムラです。三箱目いきます。これも軽いんで、ウルトラマンじゃないかなと思います。せーの、ドンと、はい、ウルトラマンでございます。八つ咲き降臨がついてるやつだから、C タイプですね。はい、ウルトラマン、ここに見えるかな？ちっちゃく C と書いてあります。4箱目、これはね、ちょっと重い感じ、ずっしりした感じなので、怪獣だと思います。いきます。せーの、ドンと、なんぞこれ、ジャミラですね。ジャミラでございます。故郷は地球。あ、これジオラマすごいいい感じ。早く組み立てたい。5箱目いきます。せーの、ジャンと、なんでしょうか。おー、怪獣殿下、ゴモラ、ダブった。何ダブリがあるのか。6箱目何が出るでしょうか。レッドキング VS ドラコがいいな。せーの、はいと、おー、きたー。レッドキングとドラコですね。これ羽が見えております。タイトルが見えない。はい、海水星ツイフォンです。やったー。7箱目いきます。次は何でしょうかね。シボズがいいな。せーの、ドンと、なんだ、さらばウルトラマンゼットンでございます。そしてこれはあれかな、なんか台座違いのやつかな。この家督隊の建物みたいのがついてますね。確か写真ではね、これがついてなかったからシークレット的な感じかな。なんかシークレットっぽい感じですね。ゼットンでございます。8箱目、シーボーズ、シーボーズ、シーボーズと、
一周電化マジか、ね、もしかしたらね、この中でもダブりにダブって3つ目のゴモラでございます。わあ、3つ入ってるか。最後9箱目です。結構重いんでウルトラマンじゃないと思います。さあ希望としてはシーボーズ、せーの、トン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 。マジか、怪獣電化ゴモラ大進撃でございます。この中でもダブりにダブってね、くちゃくちゃになるかもしれないんで、くちゃくちゃになるかも。マジか、4つ怪獣電化か。まあしょうがないな、そういうこともありますね。はい、それではね、組み立てていきましょう。はい、ウルトラ怪獣名鑑2の開封動画いかがだったでしょうか。やっぱりね、名鑑は素晴らしい出来ですね。どれもみんなかっこいいです。ただですね、今回みんな全体的にベタベタしてました。セブンの時はね、そんなにベタベタしていなかったので、まあ、今回のね、このシリーズは全体的にベタつきがね、出ちゃうシリーズなのかもしれないです。で、あとね、ちょっと軽い事故に遭いまして、ね、ゴモラが4体出てしまいました。同じのがね、何個も出るっていうのはそんなに嫌じゃないので、別にこれはこれでいいんですけども、ただね、ちょっと他のも見てみたかったなっていうのもあるので、そこら辺がね、ちょっと残念ですね。シーボーズね、欲しかったですね。あとダダもちょっと見てみたかった。っていうか、もう全部ね、みんな見てみたいんですよね。まあ今回出なかったね、ものはこの後どこかでね、見つけたら買っていきたいなと思っております。で、名鑑なんですけども、あと何箱ぐらいなんだろう、まだまだあるので、ね、開封動画どんどんやっていきたいと思いますので、もし興味のある方はね、また見ていただけたらと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。男なら誰